アヌビス、ゾーンオブジエンダーズ、続きをやっていきましょう。こいつ掴んで連れてくって離すと、あ、離しても大丈夫だね。丸ボタン離しても大丈夫。もう一回丸ボタン押すとこっち行けねえじゃねえかよ。マップだ、マップ、ここまでのマップか。敵がいるってことかな、あの輪っか。まあとりあえず進んでいこう。攻撃できるのこれ。これで攻撃するかい。なんだい、ちょ待って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 、はい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 、大丈夫か。あいつ自体は別に攻撃しないよね。これ隠れてたくらいだからね。あ、上にあいつのパワーあんじゃん。ん、敵いる。え、これ敵、え、何今の。まあいいや、少なくとも俺よりパワーがあると思ったらどこ行った。いた、もうさ4分の1減ってんだけど。こっちで、なんだ、どこだ、え、ここじゃないの、上、完全に天井にくっついたな。階層が違うとか、もう一個上の階、いや、いまいちわかんない。なんか、目的地的なの？サブウェポン。あ、今、グラブ。まあ、これじゃないとつかめないからね。ミッション。ミッション内容を表示します。あ、逆側ってことこれ。いや、そんなことないよね。いけないもんね。テイパー機をシューターまで運んでください。ルートを探してください。つかみは丸ボタンです。いや、そんなん言われても、ここじゃないのかよ。下。あ、え、これ何？メタトロンってこと？あ、ちょちょちょ、これはなんか光ってるよ。ほら。違うんか。まあ、確かにこんな近いかって言われたらなんか、微妙な感じだもんね。また迷ってるよ。いや、どこへ連れてってあげればいいのかがわからんのよ。まあ、一応どっか持ってくか、じゃあ。まだ行かねえのか。行く行く行く。もうちょいうろつくか。どこよ。ちょっと待って、こいつらはもうブレードでなんとかしないとな。あれ、レベルアップした。レベルアップとかあんの。こいつらまあ近づくとガードしてくるかな。攻撃されてる。全然さ、大丈夫じゃね。むしろ俺の方がやばいからね。これはちょっと戻っていこう。よし、 OK。 まあ、よくわかんないけど、あれ、さっきのマークがなくなってる。いつの間にか。え、こうやってさ、徐々に徐々に目的地が広がっていくっていう感じ。ちょっとお前、テイパー機の前で丸ボタンを押してください。え、持っていかないとダメ。お荷物だかんなこいつ。はい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 、常に動き回らず、はい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 、倒した。なるほど、徐々に目的地へ近づいていくってことね。あいつどこほっぽり出したっけ。いなくなってんだけど。どこ、いた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 、今一瞬見えたな。で、こっちから来たから逆、こっち行こう。で、こっちね。ちょっと俺が勘弁してほしいよ。ETR 反応消失。わかった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 。サークロプス撃破。
中めっちゃこいつか。それなりに減ったな、俺もあいつも。でまっすぐ行けと。あとメタトロンか。メタトロンをしとく。でこっちは行けないから、こっちから行くか。だってこいつさ減るの。ちょっと待って待って待って、よくわからん。で結構強いぞメタトロン。ちょっと一口なのが早かったな。いや今メタトロンじゃないと思ったんだよ。よし行きますか。またこいつらか。ちょいちょいちょい、待って待って待って、やらせません。このさガンが硬すぎるよね。意外にただこいつ耐久力あるな。どっちだ、こっちから行かなきゃダメか。結構めんどくさいね。でまたこの部屋か。遠すぎなんだけど、こいつ自体は立てたわけですか。なんかどっかから来てる、いないか。早く連れてってくれ。そしてこいつをよく見失う。で待ってね、ペーパー機の前で丸ボタンを押して。いやそれどころではない。そんなことを言ってる暇があったら足を止めるな。全く、あ足止めてねえわ、歩いてるわ下の方ちま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 歩いてた今。よし OK。アイテム帳ちょっとずつ逃げてんだね。でどこへ行ってる俺は。こっちだって行けないっしょ。こういうところも行けないから。こっち出てきちゃったけどさ、えマジでどこ。タイプ処理していこう。もう一回いるはず。よし、こいつは別にこれだけで攻撃はしてこないよね。攻撃のマップが出せないからな。この先っぽい気はするけど違うんだね。なんか一周回ってる気がするんだけど大丈夫。えこれ初期位置じゃん。これ敵とか復活してたらめんどくせえな。それはないか。右行って、いやこれ絶対さ一周してきたよね。なんかいるね。これだけは排除しておこう。でまっすぐとりあえず行って右側はいけないよね。赤くなってるところはいけないから、やっぱ地図的には上に行かないと。いけないんか。出ました。でちょっとこっち
って右側行くか。じゃあさっきここ左行ったんだよね最初。爆発するのが厄介だな。これは採掘する。なんかメタトロン、どこにあったメタトロンなんで。サイクロプス撃破。さあ行くぞ。おお抜けた。右行けばすぐ抜けられたじゃん。エネルギー的なものは大丈夫なの。何で動いてるか知らないけど。俺の火星での任務はお前と近いものになりそうだ。無事向こうに着いたら連絡する。助かったぜ。あ、火星では俺の足手まといになるなよ。そりゃお前だろ。さて、じゃあ俺は一足お先だ。おい、火星は今どうなってる。ん？どういう質問だ。戦況は。あんたも知ってるだろ。話したくもねえ。リリー、そうだ、それであんたの任務って。お、敵が入ってきた。急げ、敵が来た。じゃあまただ。はやっ。技術レベルは高そうだからね。でも基本無人機なんだよね、まだ戦闘が。無人オービタルレーンが左から囲まれないように注意してください。ロックオンキリタルは L2 ボタンです。やっぱ接近して1体ずつ倒していこう。それが一番いい。で、これほんとガード厄介だな。やばいやばい。これちょっとしか減らないからね、まあ、削りはいいんだろうけど。フォーミングレーザーは多少足を止めてもガードをくっつけるようにため攻撃を送るか。ちょっとのためであればこっくらい。よし、お、いいね。あれまだいけ、いっぱい。ちっこいのはちょっと撃ち落としておきたいんだよな。てかちっこくないやつもいっぱいいるな。いて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 、いて、その間にかすげえ食らってるからな。ああ、ちょ、待って待って待って、ゲイザー。あ、なんかメタトロンを取得した。タイミングがいいな。お、これはちょ、わかんねえ。いいんだか悪いんだかよくわかんない。対してメーターは減らないね。オーケー、ほぼノーダメージ。見た目的にはめっちゃ広大なんだけど。火星だ。変わったようには見えないぜ。火星って青いの？赤っぽいイメージがあるんだけど。さ、ここの基地のさ、人間はいないの？バイオラを相手にはしたくねえ。行くぞ。逃げるか。めっちゃ速いな。絶対モビルスーツより速いでしょこれ。
これなんかあれだね、区切りみたいなのないね。永遠に続いていくんだけど、チャプター的な要素がない。お、でも火星ついたの。破壊されている。ひでえ、ありそうだ。まもなく着地点です。表面に着地しました。位置を確認。マルガリティフェル生誕、バシリア領との州境です。ビンゴ、まずバシリアカウンティの中に入る必要があるわ。待て、現在地を教えて。それからエイダにバシリアまでの最適なルートの選択を。待てよ。何、一体どうなってる。そこら中焼け野原だ。平地でご隠居してたあなたは知らないと思うけど、ここ半年で火星の事情は大きく変わったわ。詳しく話せ。長くなるわよ。ああ。寝ないでちゃんと聞いてね。早く話せ。半年前、バフラムが火星各カウンティの武力制圧を開始したの。地球の圧政に対する火星解放の動きがついに表面化した。あなたの時代と違って、今バフラムの戦力は圧倒的よ。連合軍は必死の抵抗したけど、戦争ってほどのものさえ起こらなかった。火星圏がバフラムのものになるまであっという間だったわ。一月前、追い込まれた連合軍は最後の賭けに出た。火星に残った全勢力でバフラムの拠点バシリアカウンティを襲撃したの。無謀だ。そう、結果は見えていた。連合軍は壊滅状態。敵地でチリジリになった残留兵の命も時間の問題よ。だけど収穫はあった。テイパーの言っていたベクターキャノンか。ベクターキャノンは空間圧縮によって高エネルギー波を打ち出す兵器。敵要塞アーマーンの外部シールドは空間圧縮による質量の断層を作って外部からの攻撃や侵入を防いでいる。ベクターキャノンはそれを無効化貫通できる唯一の兵器なの。ウーレンベックカタパルトオービタルフレーム、ベクターキャノン、メタトロンの恩恵が。新しいおもちゃをすぐ軍事利用したがるのは人類の悪い癖ね。ところがベクターキャノンを手に入れた部隊はバシリアの中で消息不明になってるの。ダイモスで会ったテイパーはそれを回収しに来たんだわ。それがなぜそんなに重要なんだ。リンゴ、アーマン計画は。名前だけはな。リコア・ハーディマン博士が健在の頃。ノーマンの親父だ。博士亡き後、計画の指揮は息子のリドリー、つまりノーマンに引き継がれた。それから計画は本格化したの。アーマーンは膨大な量のメタトロンを使用した桁外れの破壊兵器を備えた軍事要塞よ。これが実現したら、もう地球側の連合軍がありったけの援軍を送っても想像できる。地面にあんな大穴を開けたアヌビスの何万倍もの破壊力を。そんな兵器があるなら、なぜノーマンはジェフティを欲しがった。アヌビスとジェフティもアーマン計画の一端で開発されたのよ。どういうことだ。この2機はアーマン指導のキーとして作られた。ハーディマン博士がそう設計したの。アーマンを動かすこともそして止めることもこの2機にしかできない。ノーマンがアヌビスを手に入れた今、もう1機は邪魔だ。手元に残すか消しておきたい。ただでさえアヌビスとジェフティは同等の能力を持った機体よ。アヌビスの技術研究がバフラムの戦力を格段に引き上げた今、その力に対抗できるのはジェフティくらい。それで俺をこんな目に遭わせたわけだ。そんなに感謝しなくてもいいわ。火星のテラフォーミングは完全じゃない。戦場にするには脆すぎる。数年前、火星のタカハが中心になって地球を襲撃する事件があった。でも火星の別勢力が介入したことでそれは失敗に終わった。そこでバフラムは学んだわけ。地球襲撃の前にまず火星を武力で押さえつけ足場を固める必要があるってね。連合軍は戦力ではもうバフラムにかなわない。アーマンが睨みを利かせている火星に地球側は近寄れなくなるわ。地球も火星に偉そうな口を聞けなくなるか。
地球も火星もアーマンにひれ伏すことになる。ノーマンにね。アーマンはバシリアの中か。アヌビスもノーマンもそこよ。アーマンはもう始動準備に入ってるわ。あの野郎はご機嫌だろうな。ねえ、私たちはアーマンをノーマンを止めなきゃならないわ。あなたも私たちも目的は同じはずよ。悪くない協力関係でしょ。断ったら俺のバイタルを止めるんだろ。あなたにはやらなきゃいけない義務があるわ。俺は火星も地球もどうでもいい。ノーマンをぶちのめすだけだ。お前らだってバフラムといい勝負だぜ。まさか自分たちがいいもんだなんて思ってねえだろうな。お話の途中ですが、上空に未確認機接近しています。おい、じゃあそういうことだ。切るぞ。あ、ちょっと気分悪い。とっとと片しまおう。これは有人機か。3機いるね。敵ライト破片型高機動フレームです。無人機っぽい。早い。しかしだいたいこういうのは接近すれば脆いものよ。機動性で火力とかを犠牲にしてるからね。これ溜めてこい。オッケー。ん、いる、まだいる。チビ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 削ってこう。よし、オッケー。あ、そうか、これ中から出てくるタイプか。そんなめんどくさいんだよな。よし、オッケー。待って、クラスターって一回離れようもダッシュで。あいつをまず倒したい。数を減らす。よし、 OK。 まだ来るね。またなんだかんだ、あ、待って、こいつも量産機か、所詮は。早い、やはり早い。止まって。エイダーは物知りだね。いろいろ登録されてるのか。足を止めるのは良くないからな。ガードを使ってるんだ。レベルアップ。レベルアップさするのはいいけどさ、敵の数とかだって決まってるんじゃないの。ゲームオーバーになると経験値とか引き継がれるのかな。そしてメタトロの取得タイミングがいまいちわからん。 OK。 数はいるな。何の援護攻撃じゃん。イベントとかでさ、だいたい一発で倒してるけどさ、俺だって何回攻撃してんの。なんだあいつは。これも高機動型だね。こっちにも攻撃してきたね。おー、変身するんだ。めっちゃバチバチしてくる。黙らせてやる。お、友人機か。早い。マジで早いんだけど。なんか止められる、止められない。待って。あれはでも、ボミングで、おー、待って。一応当たってはいるんだな。近づきたいね。
何でしょう、コンビニだ、接近だって、あいわざわざ宣告してくれてる。これは当たってんのか当たってんのかよくわからん。このモードがめんどくせえな。当たったプチプチってやった。今ピン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 、そんなに火力は高くないね。接近戦だったらあのなんか動きを止めるやつからちょっと避ける。接近だ、おっとっとっと、来い。引かねえし、よっしゃ、どうよ、くらえ、こっちのセリフよ。サブウェイトってさ絶対タイプする。いや待って、痛い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 、これやばいんだよ。あれ真ん中にでも当たんないな。当たんねえな。おお、いって、でかいの食らってしまった。なに、本気モード、なんでこいつ、あれもしや、なんかちょっと思うけど、違うね、これアヌビスって実は2なんですよ。これゾーフェンダーズの2で、1のね主人公がいっていっていっているんですよね。それこいつか。向こうもオッパーオーバーに上がってる。あれちょっと待って待って、食らってんだからさ、俺が食らってんだからダメージを与えてるんだから、それが分からん。ここだと回避してねえしょ。もういって、いっていっていって、これパネルみたいなのを出してる。マジか、これさ死ぬとめんどくさそうだな。これでノーマルか。当たってる、どっちが当たってんの。負けられない、俺負けたくないよ、もうここまで来て。でかいな、嫌だ、逃げろ、よし、75オーバーか。接近だ、来たか。このあれが当たんないんだよ、動き止めるとかいうやつ。あ、もうあれがない、このビッグバイパーだ。いや、これちょっと弾幕が激しい。あれどこ行った、見失った、あ、倒した、え、なんだ。最後最後わからん、どこ行った、あ、いた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 、あともう一つだよね。お久しぶりです。あ、やっぱワンの主人公か。俺はバフラムじゃない。バフラムじゃなかったらなんだって言うんだ。あなたですね、レオステンバック。知り合いか、エイダ。久しぶりだね、エイダ。分かってくれたんだ。はい、以前登場したランナーとデータが一致しました。相変わらずだな。お前がこの機体の持ち主か。ああ、そうだ。なぜジェフティをカリストに捨てた。捨てたんじゃない、エレナさんが勝手に。エレナ、あんたには関係ない。早くジェフティを降りてくれ。ジェフティを降りる、勘弁してくれ。死んでも降りるわけにはいかねえぞ。なんでだよ、
あんたには関係ないね。ジェフティをどうする気だ。高く売れると思ってね。アーマンへ行くのか。エイダ、答えてくれ。アーマンへ行くんだろう。だったら何なんだ。エイダはジェフティをアーマンで自爆させる気なんだぞ。本当か。本当です。ちょっと待て。それどういうことだ。一体誰の命令だ。プログラムの根幹に根ざすコマンドです。根幹に根ざすだ。おい、冗談じゃねえぞ。誰がそんなことさせるか。おい、エイダ、絶対にさせないからな。あなた、まるで自分のことみたいに心配して。自分のことなんだよ。これは私に与えられた存在する意義なのです。バカか、お前は。理由も知らないでなぜ身投げなんかできる。理由は不要です。分かった。俺がアーマンをぶっ潰す。そうすればお前も自爆のしようがない。そうだな。どっちにしろアーマンは消滅、お前は生き残る。それでいいじゃねえか。てめえの存在意義なんてその後でゆっくり考えろ。ですが、あなた名前は。うるせえ、リンゴだ。リンゴさん、悪いけどアーマンを破壊するのは僕だ。何？ジェフティをバフラムの手に渡すわけにはいかない。渡しゃしねえよ。ジェフティを失いたくないんだ。俺に任せろ。お前がお家で宿題でもやってるうちに終わらせてやるぜ。わかりました。僕はバシリア内に残された連合軍の救助が済んだらアーマンに向かう。もし僕が失敗したらその時はお願いします。おい、エイダに戦わせたくない。僕がケリをつけたいんです。なぜ？エイダのために。面白いやつだな。そうだ、これを持って行ってください。サブウェポン、ガントレットのデバイスドライバーを取得しました。物理衝撃で敵を遠くに突き飛ばすことが可能です。ガントレットで突き飛ばした敵を壁にぶつけることができればダメージを二重に与えることもできます。わかった。リンゴさん、アヌビスには。ああ。あいつにだけは気をつけてください。いくらジェフティでも。心配するな。お前の大切なジェフティは無事に返してやる。あなたの腕は確かだった。その腕を信じます。変形できると機動性が上がるからですよね。これも戦艦クラスか。なんだ。バフラムの護衛艦隊です。バシリア上空を巡回し外部からの侵入を防いでいます。さっきのレオは大丈夫か。捕捉されていません。上空は厄介だな。特にジェフティみたいなお尋ね者はつつましくしていた方が身のためよ。いずれバレる。ノーマンの耳に届くのは遅い方がいい。じゃあこれからの行動を説明するわね。バシリア内部には南側のゲートから入ることができるけど、まずゲートのロックを解除する必要があるわ。ゲート左右にある2つの施設を破壊してゲートからバシリア領地内に入って。2つの施設を破壊、ロックを解除してからゲートへ向かうか。そう、連合軍が攻め込んでから領地内の警備が強化されてる。気をつけて。あ、私もこれからダイモスを出て火星に向かう。着いたら連絡するわ。ダイモスのクルーが怪しみ出してる。お前をか。いい君だね。え、もっと協力的になれないの。そのつもりだぜ。噂は当てにならないわね。あ、なんでもない。じゃゲート前の警告に通じるルートがあります。位置はマップで確認してください。付近にメガトロンを確認。お、減ってるまんまじゃないか。回収したい。というところで、じゃあ今回はこれで終了して、次回は、なんとか領内、バシリア領内の方に、入っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。